私たち千葉シティ5ビーチエンジェルスから皆さんにお勧めしたいのはこちら千葉遊びです。5ビーチエンジェルスが千葉市の秋の遊び方をたくさん紹介しているパンフレットです。ここ正面なんですけれども、この2人もエンジェルスで今日は来ておりませんが担当しております。私たちもねここ行ってきたんだよね。ここは横田ファームと申しまして、トラクタークルーズで自分で収穫をしたものをピザの上に乗せて食べることができたりするんです。10月は大まさりの収穫。大まさり皆さんご存知ですか？千葉県特産の落花生で、落花生の2倍ぐらいの大きいもので、栗のような甘みがある大変おいしいものです。ぜひねこの大まさりを食べに横田ファームに足を運んでみてください。こちらのパンフレットは黄色印が目印の千葉県ブースに置いてございます。私たちもいますので、ぜひ遊びに来てくださいね。ありがとうございました。はい、今教えていただきました、この千葉遊びの方も千葉ブースに置いております。そして、今ですね、千葉くんからのおすすめ、ファイブビーチエンジェルスからのおすすめを教えていただいたので、千葉にちょっと興味を持っていただいた方がいるんじゃないかと思っております。そんな皆さんに耳寄り情報を一つご案内いたします。写真に撮って応募してください。スマホや携帯から撮った写真、カメラの写真も結構です。ネットからのご応募になるんですけれども、ご応募いただきますと毎月抽選で、毎月ですよ、抽選で旅行券3万円分が当たったり、わびっくりですね、千葉くん、非売品の千葉くんグッズも当たる、あなたのラブ千葉教えてキャンペーンというのもやっています。私最初からこんな帽子で冷静に喋ってますけれども、これもありがとう、慰めてくれました。この帽子も実は景品の一つで、そして今出てきております千葉くんの風呂敷、お人形、センス、全部真っ赤なもの、この4つをセットにして1人の方にあげます。それも毎月抽選やります。来年の3月末までやります。今日撮った写真を、ぜひ送ってください。送るときにはラブラブ千葉という言葉で検索をしてください。違う写真であれば同じ方からの何度のご応募もお待ちしておりますので、ぜひ千葉にたくさん遊びに行ってたくさん応募していただきたいと思います。そしてこのキャンペーン、実はですね9月から11月の間は JR 特別賞が出てるんですよ。 JR の千葉くん知ってた？知らなかったか？言ってなかった、ごめんね。 JR 東日本の千葉支社さんのマスコットキャラクターで駅長犬っているでしょう、お友達だよね、仲いいもんね。あの子のぬいぐるみですとか新幹線とか成田エキスプレスとかの非売品、これも非売品なんですが、それをまたセットにしたものを毎月1名様9、10、11月のご応募についてはそれらをプレゼントします。ちょっと浮かれてきちゃったね。液晶券のグッズや、新幹線成田エキスプレスの非売品、それらの入ったグッズも毎月1名様に90、11月プレゼントいたします。応募はインターネット見てください。ラブラブ千葉ですの言葉できっとこのキャンペーン見つかりますので、ぜひ皆様に応募していただきたいなと思っています。今日写真撮るでしょ、応募するでしょ、来月この帽子皆さんの家に多分届きますので、誰かかぶってまた応募してくださいね。お待ちしております。で、まだまだ本当は喋りたかったんですけれども、そろそろ終わりにしないといけなくなってしまいましたので、今日ご案内しましたコスモス畑や俵の秋祭りや、もちろん千葉くん、そして千葉市の魅力、本当にワンちゃん来てます。触れ合い体験とってもおとなしくて、人に慣れているかわいいワンちゃん来てます。それから射的ゲームなんかやってます。意外と大人の方もハマっていて、悔しそうな顔して帰っていく人もたくさん多いいらっしゃるんですが、ぜひ楽しい時間を皆さんと過ごしたいと思っておりますので、東2ホール E の11ブースまでお越しください。本日は最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さん大きな拍手でお送りください。ありがとう。
5BTS